そういえばさ、こっちチェックしてなかったですよね。見ましょうか。トレーナーさんか。で、アイテムもありますね。個性が強いですね。濃いなぁ。よーし、ということで勝ちました。ありがとうございます。お、電話番号。いっぱいですね。ごめんね。さあ、ということで、わずまし22ですね。ありがとうございます。なんだろうね。22はソーラービームか。草タイプの大技だ。まあでもとりあえずはいいかな。よし、ということで石英高原に戻りましょう。さあ、ということで手持ちの方をね、見ていきましょうか。まあチラッて見えてしまったかなと思うんですが、レベル46で揃えてきました。技の構成としてはこんな感じですかね。で、持ち物も、フォローは何も持ってないか。一応ね、いろいろと持たせてあります。っていう感じですかね。ホホロどうしようかな。あとはね、道具の方もいろいろと買い揃えてきました。なんかないかな、なんかないかな、いい感じの。よし、ハッカドミにしましょう。よーし、では行きましょうか。天王戦ですね。ポケモンリーグ頑張っていきましょう。何タイプだ、何タイプだ。まあでもとりあえずはホホロ先発でいいか。よし、行きましょう。ようこそポケモンリーグへ。僕の名前イツキ、イツキさん。世界を旅して回りエスパーポケモンの修行に明け暮れた。そしてようやく四天王の一人になったんだ。僕はもっと強くなる。ここで負けるわけにはいかない。よろしくお願いします。いつきさんは、エスパータイプか。頑張っていきましょう。おー、ネイティオさんか。鳥ポケモン同士の高台ですな。ただ、ここは素直に変えてもいいかもしんないな。パリピでいきますか。おお、怪しい光。混乱はな、どうしよっかな。朝倉で。おお、3位かけです。すげえエフェクトだ。大丈夫、オッケー。さあ、雷パンチ。エスパー飛行だよね、ネイティオさんは。よーし。さあ、2体目、ヤドランさん。ヤドランさんは、どうしようかな。冷凍ビームあるかな。リーフルでいっか。冷凍ビーム持ちだったらちょっと怖いけど。やっぱ可愛いな、このバンジャン相手してる感じが。さあ、葉っぱ型。いいね、ナイス急所。めっちゃもらえる。ルージュラさん、ルー
ジュラさんは朝倉かな。星降っとるね。さあ、火炎車。あー、ちょっと残るか。悪魔のキッス。眠ってしまった。ここは、ワニオかな。ガブガブしよう。多分、サインコキネス、全員が覚えてるかな。もしかしたら。さあ、ガブガブ。オッケー。ナッシーさん、ナッシーさんどうしようかな。ホホローかな。朝倉が眠っちゃってるので、ホホローで行こう。さあ、空飛びましょう。おー、リフレクターガード硬いね。大丈夫。さあ、もう一丁。大丈夫、耐える。オッケー。さあ、もう一回。よーし、あと一匹かな。ネイティオさんか。ネイティオさん2体なんだね。パリピで行こう。今度こそパリピで倒しに行きます。レベルが2個ぐらい高いのかな、1体目より。さあ、岩落とし。おー、ちょっと残るね。怪しい光だ。ここはもうパッションで。あー、回復してきた。てっきりルージュラさんの時使わなかったから使ってこないのかと。やっぱ持ってるよね、さすがに。回復手段を。ナイス急所、ナイスパッション、パリピー、さすがすぎる。ということで、まずは1勝ですね。ありがとうございます。参ったよ、めっちゃもらえる。そうか、お守り5番もあるから倍になってんのかな。負けたからといって僕のやることは変わらない。トレーナーの頂点に立つため戦い続けるだけ。君は次に進んで本当の四天王の怖さ確かめるがいい。ありがとうございます。さあ、では行きましょう。お次はとりあえず回復するか。よし、ということでこんな感じで。朝倉とワニエは体力はまだ余裕あるんで、このままにして、とりあえず眠り状態だけ回復させました。で、またフォホロ先発でいいかな。まあ、いろんな動きできますもんね。ファファファ。拙者は四天王の京、京さん。京さんって赤竹シティのジムリーダーさんでは四天王になったんだ。今に生きる忍びよ。拙者の戦い方一筋縄ではいかんぞ。惑わし、眠らせ、毒を食らわせる。まさに変幻自在、怪しの技よ。力だけでは及ばないポケモンの奥深さたっぷりと味わうがよい。おー、京さんってことは毒タイプかな、おそらく。
おー、やっぱり俺の知る京さんだね。よろしくお願いします。アリアドスさんね。暑いね。ジムリーダーからの昇格みたいな。さあ空飛ぼう。おー、影分身か。当たる当たる、オッケー、いいね。さあフォレートスさん、フォレートスさんは朝倉かな。虫鋼なんでこの技がよく通るはずです。さあ火炎車、はい。てかなんかでかいなフォレドスさん。あの時の闇カラスさんみたい、拡大した感じやの。ベトベトンさん、ベトベトンさんはパリピかな。さあ地震でいこう。いいね。クロバットさん、クロバットさん続投でパリピでいきます。毒と飛行だから岩落とし行けっか。確かね、クロバットさんめちゃめちゃ素早いんだよね。おお、回復してきましたか。あー毒毒だ。やはり持ってましたか、状態上技。 OK。 お、レベルアップだ。ありがとうございます。47で、モルフォンさん、モルフォンさんはホホローで行くか。なんか角度がちょっと気になるな、グラフィックの。斜めってるよねモルフォンさん。さあ空を飛ぶ、オッケー。よし、ということで2勝目ですね。ありがとうございます。おお、お主やりおるな。ありがとうございます。持てるすべてを出し尽くした。それで叶うんならさらに精進するだけよ。お主次の部屋に進み自分の強力試すがよい。ありがとうございます。あ、そっか、回復しなきゃね。おー、マグマっぽい感じか。さあということで、パッと見さ芝さんっぽくないかな。格闘だよねってことは。だとしたら、お、芝さんだ。俺は四天王の芝。俺は自分たちが持っている可能性を信じて、いつも限界まで鍛えている。そうして強くなった俺たちに叶うと思うか？おう、恐れはなさそうだな。いい顔してる。ありがとうございます。それでこそ戦うにふさわしい。行くぞ、ライラタイラ。俺たちのハイパーパワー、受けてみるがいい。おう、うわ、来ましたね。よろしくお願いします。さあ、芝さんですね。おお、カポエラーさんだ。持ってんね。この、金、銀、クリスタル世代のポケモン、ちゃんと入ってますね。いいね。さあ、空、飛びましょう。ああ、見切りか。いい技持ってますね。
ならばもう一回やるまでよ。さあ、空飛んで。見切りかやってきますね。なるほど、そうか。もうそれなら考えありますよ、こっちにも。当たんなかった？当たんねえ、やべえ。さあ、眠ってもらおうか。もう無理やりんでも当ててやりますよ、空飛ぶを。よいしょ。おお、耐えますか。まあぶっちゃけ念力でも抜群取れるからいいんだけどね。おお、早起きだ。カポエラさんの朝は早い。さあ、念力、オッケー。で、レベル47ですね。ありがとうございます。イワークさん、イワークさんは、どうしよっかな。間に合うかな。さあ、雷、ザブザブ。よーし。エビバラさん。ってことは沢村さんも、フルセットで持ってるんだろうか。どうかな？雷パンチあるかな？多分、3種類のパンチあるよね。冷凍炎雷の。ああ、マハパンチだ。マッハなら耐えるかな。おお、危ねえ。さあ、エネルギー。際どいねー、際どいねー。冷凍以外だったらバリビが耐えられるかな。パリピだ。いや、マハパンチも相性が。危ない危ない。大丈夫、大丈夫。オッケーオッケー。耐える耐える。信じろ、パリピを。いいね。で、沢村さん、沢村さんどうしよう。ほほろー、ちょっときつそうだな。ここは、お嬢で行くか。おー、しぶんぶん、回しておりますね。いつもより多く回しております。さあ、マヒ狙いで竜の息吹を打とう。いいね、さすがお嬢、最高すぎんか。お、岩手来た。攻撃上がるんだけど、混乱しちゃうんだよね。大丈夫、大丈夫、大丈夫。動ける。あーマジか。おー、二度蹴りだ。やべえっすね、やべえっすね。
リーフルでいきますか。飛び膝蹴り、のしかかり、オッケー、ナイス急所。カイリキーさんか。まあでも続投がいいよね。うわ元気いっぱいだ。とりあえずリフレクター貼っとこう。うわクロスショップだ。多分リフレクターやってなかったらもっとダメージ受けてたかもしれない今。半端かったー、当たんない。クロスショップ当たるねー。半端かったー、急所でそのくらいか。うわーやられちまった、やられちまった。ここは先手技ないよね。カエリキーさん飛べる、オッケー。リフレクターが貼られてるうちに何とかしたい。オッケー、ありがとうございます。おー、しでは3勝目ですね。ありがとうございます。どうしたことだ、俺たちが負けるとは。負けた俺に何も言う資格はない。次の辺進むがいい。では、進ませていただきます。さあ、お次は。とりあえず回復しよう。結構芝戦。いい試合だったな。ここはね、お嬢先発でいっか、今回は。ちょっと趣向を変えてやってみよう。私、四天王のカリンさん。あなたがライラね。なかなか面白そうね。ありがとうございます。私が愛してるのは悪タイプのポケモン。悪タイプか。ワイルドでタフな感じ、素敵でしょ？それにとっても強いのよ。あなた相手になるのかしら。頑張って私を楽しませてほしいもんね。じゃあ始めましょう。よろしくお願いします。さあでは4人目、カリン戦ですね。頑張っていきましょう。悪タイプか。おお、ブラッキーさんだ。勝ってんだよな確か。結構デンジャーで、オッケーオッケー。さあ滝登りどんぐらいいけるかな。わー硬いねー。竜の息吹勝ったー勝ってー。怪しい光来ちゃったんで、ここは引っ込めますか。まあ、正直力技出ていいのかなって思うけど、ぶっちゃけ相性つけるのが、パリピの岩砕きぐらいだと思うので、えい。まあ防御下げながら戦ってもいいんだけど。使いますか。さあ岩砕き、うわーちょっと残ったー。そして怪しい光、
回復してきますかね。これどうだろうな。そんならいっそホホロにしちゃって回復してくるんだったら、あーしてこないか。してこないんだったら倒しに行こう。ちょっと念力が確か当たらんので、当たらんですので空を飛びます。さあゲンガーさん、ゲンガーさんと来ましたか。ここはパリピかな。さあ地震でいきましょう。いいね、オッケーオッケー、一発。ここでかいよ、ゲンガーさん一発でいけたの。ラフレシアさん、ラフレシアさん、草毒だっけ。ホホロかな。朝倉温存でいきたいな。さあ空飛んで一発、一発で、一発でいければでかい。よーし、いいね、ナイス急所。さあ闇カラスさん、闇カラスさん入ってるんだ。悪飛行、悪飛行、まあ出しちゃうか。一体だけならいいんじゃないかな。雷パンチでいきましょう。はい、よーし、いいね。ヘルガーさん、ヘルガーさんは悪炎なんでワニオでいきましょう。さあザブザブしよう。というかレベル47なんだ、強えな。おお紙砕くだ、あぶねえ。ここで持っていた木の実がありますから銃回復してレッドゾーンを抜けたな。大丈夫よ、大丈夫よ、勝てるよ。レベルなんて、レベル差なんて関係ねえ。気持ちですよ、ここまで来たら。さあもう一丁、よーし、ありがとうございます。おお、めっちゃもらえた。3000あった今。やるじゃない、そういうの素敵よ。ありがとうございます。9400円、すげえな。強いポケモン、弱いポケモン、そんなの人の勝手。本当に強いトレーナーなら好きなポケモンで勝てるように頑張るべき。うわー、いい言葉。いいよあんた、大事なこと分かってるわね。先に進みなさい、チャンピオンがあなたを待ってるわ。ありがとうございます。カリンさんいいなー、かっけえな、この言葉。よし、では、おそらく次がチャンピオンなので、チャンピオン戦なんで、多分ね、お部屋入ったらそのままイベントになっちゃうと思うから、今のうちに回復しておこう。完全な状態のがいいかな。ここは使っちゃうか。まあおそらくあの方だと思うので先発あえてエースさん桜で行こうと思います。
お、ちょっと間があったか。おー、いらっしゃいますね。渡るさん、待っていたよ。ライラ君、君の出力ならいずれここまで来ることは分かっていた。何も言うことはない。ただどちらが強いか戦って決めるだけ。最強のトレーナーとしてリーグチャンピオンとしてドラゴン使いの渡る、いざ参る。やはり来ましたか。うおー来たー、この曲。いいよなー。ということで渡る戦頑張っていきましょう。よろしくお願いします。で、予想当たってましたね。多分ギャラドスさんが先発かなって思ったんで、雷パンチを当てるために朝倉を先発にしました。さあ行きましょう。いいスタートを切ろうではないか。いいね。暴れられる前に仕留められたギャラドスさん。さあレベル47、プテラさんか。プテラさんは岩飛行だから、ぶっちゃけ朝倉のままでもありかもしんないけど、岩技来たら怖いからな。パリピかな、ここは。さあ、岩落としで行きましょう。おお、破壊光線だ。やべえ。渡るさん特有の、渡るさんが得意としてる破壊光線が。やべえ。よかったよかった。二発目を受けるところでした。カイリュウさんか。カイリュウさんはね、カイリュウさんはね、お嬢で行くか。レベル47か。麻痺狙いでお願いします。マジか。うわー、デンジャーだ。こっちがまひってしまったな。吹雪使えんのか。やばいな、それは。それやべえな。うわー、破壊光線だ。全員覚えてんじゃないの、これ、もしかしたら。危ない危ない。よし、勝ったぞ。渡るさんにお嬢を、うちのお嬢を見せられてよかったです。見せることができて。おお、2体目のカエリュウさん。2体目のカエリュウさんは、ワニオでいくか。さあ、レートパンチ。耐えるね。うわ、雷か。強っ。雷読みで。オッケーオッケー。当たんない当たんない。そういう落とし、いいよ。オッケー、ナイス切り替え。レベル47、嫌な音か。防御2段階下げるやつだよね。まあいいかな。さあ、リザードンさん、リザードンさんはどうするか。
ぶっちゃけパリピでもいいかなって思うんだけど、ちょっと全員使いたいかな。ところで、わあ、そうだよね、やっぱり。耐える、オッケー。うわー、当たんないか。あー俺何発続けたんだろう、この試合で破壊光線。オッケーオッケー、当たってる当たってる。でちょっと俺の変なこだわりが出ちゃってるけど、リーフルさんの出番も与えたいんで、で壁張って、破壊光線対策バッチリにして、さあのしかかるのです。友情、いいね。さあレベル48、カエリューさんか。カエリさん3体。3匹。何をまひってんだよな。パリピかな。レベル50か。お、神秘の守りだ。いいよ、いいよ。サム一丁。激輪使えるのか、やべえな。リフレクターも切れちゃったね。やられちゃったなー、パリピならば、まあこれは朝倉に決めてもらいましょう。火炎車でお願いします。よーし、ありがとうございます。急所だね、いいね。よーし、勝ちました、ありがとうございます。よかった、終わった。だけど不思議な気分だよ。きっと負けた悔しさよりいいチャンピオンの誕生に立ち会えた喜びの方が大きいからかな。強くなったね、ライラ君。本当に強くなったよ。トレーナーの君が正しくて強い心を持てば、ポケモンもそれに応えてくれる。そうしてトレーナーもポケモンもどんどん強くなっていくんだ。なあ、くるみさん。なあ、終わっちゃった。もう博士が遅いからですよ。おう、ライラ君、久しぶりじゃの。おう、おげだかぜ。ご無沙汰です。いやー、立派になった。ポケモンリーグ制覇、本当にすごいことじゃ。君がポケモンへの信頼と愛情を忘れずに、コツコツとやってきた。結果が実ったんじゃよ。いやー、ポケモンたちも偉いぞ。ポケモンもトレーナーのこと、信じているから頑張れるんじゃ。ライラ君、本当におめでとう。ありがとうございます。じゃあ、新しいチャンピオンのインタビューです。なんだか騒がしくなってきたな。ライラ君、ちょっと。ついてきてくれないか。ああ、インタビューまだですよ。一応決まってる、くるみさん。
この部屋に入るのも久しぶりだな。ここはリーグチャンピオンの栄光を称えるため、激しい戦いを勝ち抜いたポケモンたちを永遠に記録する場所なんだ。今ここにポケモンへの優しさと信頼、自分への強さと厳しさ、大事なものを持った新しいリーグチャンピオンが生まれた。さあライラ君、君と君のパートナーを記録しよう。お願いします。さあ桜ですね、うちの S、 二代目 S というべきか。そしてホホローさん、飛行タイプ枠だね。でリーフル、ワニオで朝倉との三本柱のエースみたいな感じだね。でお嬢ですね、よく間に合ったなって思いますね。さあパリピ、世代を超えてレギュラーになりましたね。ありがとうございます。さてポケットモンスタークリスタルバージョン、今回で一旦エンディングとなります。いかがでしたでしょうか。プレイ感想などはまた詳しくお話ししようと思ってるんですが、それもですね、遊んだことのある方がご存知の通り、このクリスタルバージョンクリア後にですね、関東地方、自分で言うところの前回ピカチュウ版で遊んだ場所、こちらにですね行けるようになるんですね。なのでそちらでも事務戦であったり、さらに裏ボスのようなキャラクターもいたり、まだまだ楽しめるところが多いので、このまま関東編も遊んでいこうと思っております。主なプランニングとしましては、まずは関東編に入る前に伝説のポケモンに会いに行こうと考えております。その後に関東編開始とさせていただこうかなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。その間も新しいシリーズも始められたらと考えておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。コメントの方もしっかりと読ませていただいております。本当にありがとうございます。同じ時間をシェアできる動画、これをねずっとモットーとして活動しておりますので、今までコメントを書いていなかったなという人もね、これからどんどん書いていただけますと嬉しく思います。とてもね自分自身のモチベーションにもなっておりますので、一言でも嬉しいですので、ぜひお願いいたします。いつも書いていただいているという方はね、これからもぜひよろしくお願いいたします。ということで引き続きどうぞよろしくお願いいたします。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。